だけど気を抜きすぎてはダメよ。旅人、パイモン、来たか。アルベドに会うことにも慣れてきたな。ありがとう。やはり君に頼んで正解だったようだね。もちろん、僕の研究に大いに役立ってくれたよ。ひひ、それならよかった。この恩は忘れない。いい感じだ。君の体はどうかな？ならよかった。汚れや毒による副作用はないようだね。やはり僕の考えは正しかったみたいだ。何でも知っているような顔しやがって。剣の使い心地はどうだった？そうか。ともかくこれで僕が持って求めていた状態にまで達した。剣を持ったぞ。アルベド、それを使うのか。バカなことはやめとけ。君が浄化した純粋な生命力をここから取り出す。力だけを取り出せるのか。他のものにできなくても僕ならできるよ。よし。おお、力が光る玉みたいになって不思議な瓶の中に入ったぞ。この剣はもう伝説の武器ではないが、記念にもらってほしい。君の冒険の手助けになるかもしれない。僕が必要なのは実験結果だけだ。必要なものを手に入れた今、剣は扱いに長けた君が持つべきだよ。旅人、僕の実験を手伝ってくれて感謝しているよ。ではまた。僕と共鳴する竜の生命力、竜だからではない、僕の因果だからだ。レインドット師匠、これがあなたの作った巨竜ドゥリンなのか。僕とこれは果たして出会ってもよかったものなのだろうか。